杉山神社は、神奈川県横浜市鈴木区にて、鈴木中央公園東端の高台に鎮座している神社。旧茅ヶ崎村の豪舎で、横浜市内唯一かつ旧武蔵国の式内社である杉山神社の有力論者の一つとされている。なお、神奈川県神社庁のサイトでは、天テラス大臣が祭神となっている。また、口述のように当初は、 祭人が異なっていたことが記されている文献資料があり、さらに日本穂高が祀られていたという伝えも残っている。境内の神社合式録碑や新編武蔵風土記号によると、天武天皇白宝三年、安房神社官主の陰部正る丸によって、武蔵国の杉山の丘に工業座装ーフと命、天日かずし命、湯没指名の御柱が祀られたことが記されており、 同市の朝国栽培地開墾の拡大とともに、神社も広まったとされる。当時の続き軍は開拓者であるインベ氏の勢力が強く多くの古墳や観合集落が作られ、武蔵国府の支配外にある一つの小国を形成しており、古東海道も横断支部資の集産地であった。ただし、杉山神社の始まりが、ンベマサルマロによるものとされることについては、他に、 文献資料などが残っておらず、根拠としては、乏しいとされる。新編武蔵風土気候では、恐れいらく当社こそ昔の識者、ナルヘケレと記されており、郷土市屋の徳倉栄太郎も、杉山神社港の中で当社を式内社の杉山神社と否定している。また、当社の背後にある山からは瓦家が出土しており、当地周辺において、古くから人々の暮らしがあったことを示唆している。 なお当社も他の多くの論者と同じく、鶴見川水系沿いの高台に鎮座している。吉田春里、地名辞書によると、当社のご神体は、不動の像が刻まれた、遠鏡10センチメートルの道教とされる。当社には、新職が常駐しておらず、青葉区江田町にある、鶴木神社の兼務者となっている。神奈川県横浜市鈴木区茅ヶ崎中央57-18。18 ありがとうございます。